もうみんな切れてる、みんな切れてる。ディスコードでなんか、うん、多分ディスコードが起こったね、うん、今。マオさんのコミュニティの音量。逆に聞こえなかった。逆にスナさんのが一番聞こえたもん。うるさい。ダメだもん、喉がカスカスになる、これ。深夜2時の収録なんすよ今。そうよ。いやマジでちょっとね。三月か半年に1回ぐらい。俺部活で顧問に怒られた時ぐらい声出たよ今。うん、部活の声出しぐらいだったもん完全に。そう。うん、はい、なので、今回は、はい、プロペラカップをまたチーム戦で楽しんでいきたいと思います。はい。で、はい、今回またちょっとチームを変えようかなと思ってて。いやー、ちょっとね。なるほど。いや、前回俺がね、壊しちまったからよ、ゲームを。すまんね。トリッピーも壊れちゃった。多分逆の意味で俺が壊しちゃったんで、本当に申し訳ない。いや、謝んないで。じゃあ、平口で今回は取り合ってもらいたいです。うんうん、はい、じゃあ、はい、まあグッキーが1位だったから平くんから先行で取る感じで。はい。はい。はい、トリッピーくん。おお、トリッピーなんか敵になったら強くなりそうな気がするんですよ。弱くて大丈夫です。そういう気がする。弱くて敵だと強いの一番最悪。最悪だ。ネオブラジル嫌いじゃん。じゃあ次グッチーでお願いします。はい。いやちょっとね、さっきカラカラ砂漠で前2人で走った思い出が抜けなくて。おバケユカさん、お願いします。はい、ゲームセンスズだ。じゃあヒラ君。いや悩むな、バランス。うん、いやもう本能のままでいいんだよ。強いよ、バランスとかどうでもいいから。もうそう、バランスどうでもいいっすよ。どうでもいい、シーヤと呼ぶんだ。そう、じゃあ竹雄くんかな、こっち。おお、これで上位4人組がいい感じにトントンになったと思う。なるほど、なるほど。前回の赤チーム。うん、赤チームの。じゃあ、グッチー。まあね。はい。じゃあ、ちょっとここで、オサを取りに行きます。はい。フルコンさん、お願いします。おー、いいですか？こんな早く取っちゃっていいんですか？頑張ります。はい。じゃあ、ヒラ君。じゃあ、こっちは主催者いきますかね。砂ダメさん。ああ、トリッピー味方がちょっと頑張ろう、トリッピー。頑張りましょう。嫌な予感するけど。砂ダメさんが観測者なんだ。自分が主人公目線だとトリッピー2回攻撃できるはず、大丈夫今回。頑張ります。はい、じゃあ、トリッピーレベル70まで2回行動できないよ。じゃあ、グッチー、お願いします。はい。じゃあそろそろ行っときましょうね。ムツーさん、お願いします。マジ？おー、来た。いいね。センスさん。センスの方行っちゃった。センスの方に。センスの方。センスを見出されてる。じゃあヒラ君。じゃあこっちはトータさん。やった、頑張ります。ートータさん。じゃあグッチー。はい。あと何ターンあります？あと2ターン。グッチーはあと2人かな。はいはい、うん、ああ、じゃあやっぱここでマスコット枠欲しくなってきたんで。お、誰だ、マオさん。俺はマスコットなの。マスコット枠、マスコットマオです、よろしくお願いします。じゃあヒラ君。こっちは堅実に原田さん、結構早かったから原田さん。ああ、原田さん早いからな。はい、たまに早いだけで。ハンドルボーイ。ヴィドル。じゃあグッチがヴィランの活動で、はい、ヴィランのさん、はい、お願いします。はい、そう、じゃあ、まとめると平チームが平トリッピー、竹雄、砂ザメ、トータス、原田で、グッチチームがグッチ、ツボ、バキウカ、フルコン、ムツ、マオ、ヴィランのでお願いします。はい、お願いします。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 トリッピーの出来次第だな。そうだな。頑張ろう。グレすごいからな。こいつ難しすぎるだろ、こいつ。グッチー、扱いづらくてすみません。の、バッテリーがトリッピー、マオ、原田、フルコン、フルコン。あれ、はい、ちょっと待ってね。竹、あ、竹を、砂ザメ、竹を、トータス、ラーヒー、トリッピー、原田。オッケー。じゃあ、平君
キラチームが青、グチツボチームが赤でお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、選ぶコースはプロペラのシドニーサンシャインからです。おー、はい。おい。ああいいのか。いや前回でもトリッピーのこと言えないんだよな。自分もめっちゃドベだったからね。ちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ろう。鍵に隠れてて全然そのこと言えないっていう。いやこれ砂ザメトリッピーが今敵モードなのか味方モードなのかで。あんの。そこのスイッチどうなってるかよな。うん、誰目線なのか。魔王視点だとトリッピーすげえ。いやマジやばい。本当にやばい。砂ザメ視点だとトリッピー弱いになるから。主人公はどっちだかによるからね。ああよし頑張ろう。いやさっきは青チームトップやったから次も青チームトップになりましょう。悪いイージーピンボール。あのね、目に優しくないコースうまいと思う俺。レインボーロードとかさ。分かってきた俺。目に優しくないコース俺うまいわ。はぁ、あたそんなフルコンさんそんなところで。はぁ、あ。シンプルに走ろう、ね、上手に走ろう。コインをちゃんと取ってそう走ったことないコースに慣れていこう。怖がってジャンプアクションできへん。これねイン側走っていいっすよ。赤コーラ飛んできます。嫌だなって思ってます。はいそうです、嫌だなって思ってます。うーわ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 何ここ。シドニージャンピン、あーでも強いわこれ。まあ使ってしまったけどまあいいでしょう。青飛んでこやん限り大丈夫やから。うーわーこれきついわ。あーバケウかな。赤コーラの数尋常じゃねえわ。ワンに行こう。あーいやきつい。え嘘。あーごめんラーヒーや。なんでラーヒーに当たったんや。なんで最後ラーヒーに当たったんや。いやいやおいい感じ。まあ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 いい感じだ。トリッピートリッピートリッピーやってる。いいねいいね。トリッピーいいよ。トリッピーやってる。バランスさしてるよ。バランスいいな。あれなんかいい感じだ。いい感じ。思ったよりもね、あードキドキした。リーダーって重いんすね。リーダー重いぞ。リーダー重いっすねこれね。リーダーの十字架がだいぶ重いよ。足かせないから。あとなんかやばい人がいる。原田さん間違えた。原田さん、いやまあで聞かないでしょこれ。さすがにね。まあ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 、さすがに12分の1はね。いやまあ引かないよ。大丈夫大丈夫。引いたら引いたら12分の1だって。ない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 。裏切りやめろ。怖い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 。絶対ない。危ない。
いや順調なんやけどさ、順調なんやけどさ、順調なだけでさ、特に何もガード淡々と走ってるよね今。おい、あ、俺じゃない、俺じゃないところに青コーラ行ってる。いいや、俺やな。ありがとう、ラヒ。バキューかな、あれエグいな。後ろやろ、分かってるんやけどさ。いいって、それは知らん、それは知らん。また2周目男って呼ばれる。2周目までもなんよ。いって、はは、取り上げられた。いや痛い、これは痛い。加速で負けた。グッチバケ強い、グッチカップ、グッチバケ強い、いいよ、グッチバケ強い、グッチバケ強い、グッチバケ強い、俺は負けた。いや悪くね悪くね、お前と負けた負けた。おお、接戦になってる。いやー接戦俺は主人公じゃないらしい。トリッピーが弱いままだから。やっと砂場で主人公のサイドになっちゃってるか今。そろそろ殻破るよトリッピー。いやマジでよ。トリッピー本気になるよ。客観的に本気になります。でも客観的に自分で見て走りがあの個人戦の時と違う。いやちゃんと今あの殻破るイベントあったから。ああ。そうそうそう、今あの能力値が今ググって上がったわ。クロノトリガーのカエルみたいなことになってるよ。バキューカうますぎた、マジブーメラン。ブーメランうまかったな、2枚抜きしてた。2枚抜きされた、あれさ、やばかった。やっぱセンス組強えな。強えよ。いやー、辛いな、2位まで男になってるな。頑張ろう。悪いジピンボールで1位取れたんやから、おじさん。体を傾けとく、あらかじめね。これはここでジャンプするね。オッケー、覚えた。あのね、迷いが出てるのが丸わかり。あのキノコゾーンの攻略を考え、俺は確実に青を踏む。これ約束、おじさんとの約束だよ。ライさん、あ、違うよ違う、あーごめん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 、捨てる捨てる捨てる、もうこんなもん捨てる捨てる捨てる、はい、おい、いいよ。皆さん任せとけ。俺が意思を継ごう。あのさん、おしゃれ、スター持ってるな。マジか。いや、いける。ここの速度ならいける。ちょっと遠いな、それ。それはちょっと辛いな。いや、辛かった。辛かった。ああ、1位取っちゃった。あれあれっちゃった。トリッピー、
センス、あれこれあトリッピートリッピートリッピー目覚めてくれトリッピーどうマジでちょっと前の人ってリーダーだったって足でやってるマジどうしたトリッピー中の人変わったちょっと変わってしまったかもしれない、うん、あ中の人変わったのねなるほどまずサンダー2回振りましたけど2回目のサンダーどっちの強いですか俺回避しちゃったんだよなあーこっち青両方とも青なんだ、うん、素晴らしい、じゃあ赤を1回じゃ食らってる、ってる 赤から発せられた3段、そうそうそう、なるほど、あそれは辛い、1回目青2回目赤だかな、なるほどなるほど、そうそうそう、じゃあバランスは良かったんですね、バランス良かった、いやトリッピー後半の3段めちゃくちゃ強かったでも、うん、後半3段強いな、ね、最後頑張ります最後ここで覚醒して、うん、大逆転、うん、ここさリーダーの愚痴つもちょっと早い疑惑ない、早かった。いやなんかね。プロの時早かった。そうなんだよね、才能なんすよね。そっちのリーダーに邪魔つけるのやめてもらっていいっすか、ね、絶対負けないから。そういうのやめてもらっていいっすか、ちょっとこれ疑惑あるよ、ね。よろしくお願いします。お願いします。あ、筒がなく録音できてることだけで俺は幸せ。さあ、最後綺麗に終わりましょう。ほ、後頭部に赤ピクミンついてる。滑る、え、トリッピーなんかやめてる、うーわーすんごい登り方、すんごいオーラ力、これ取れる、いらんどー、いらんどー、キノコらいらんどー、捨てていけ捨てていけ、あーガン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 捨てていけ、キノコキノコガンガン捨てていけ、キノコ捨ての男になろう、うん、どうもキノコステオでーす。俺ね極端にジャンプアクション下手なんやけど、え抜けやんか、右行こう、あっ開けようか、え、どこ走ってんの、バケウカ殺しの男、いやーバケウカに一発も当たらんね、うまいなあいつ、あっ太ももちょっと痒くて書いてたら飛距離足りやんなんてことある、ここの速い走り方わからん、お兄貴捨てていけ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 、トリッピー、違う、トリッピー、トリッピーが上がると砂ザメさんが下がるんやな、言い訳を聞いても、俺らのチームバランスよ、途中に良かったのは後ろで見てたよ、グチツボさんを原田が後ろ守ってくれたから、もう赤コーラをグチツボさんにどんどん投げられて、うんうんうん、であとはもう見たまんまですよ、見たまんまですよあそっからもう原田を1位行ったのを見送ってから、もうあとは任せたって言って、ずる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 市民毛量に足を引っ張られました、市民毛量にでも楽しかったっすね、いや楽しかった、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 なんだかんだでバランス良かったし、そうっすね、最後良かったっすね、盛り上がったね、盛り上がったわ、盛り上がった、いや楽しかったし、新コースがそもそもテンション上がったわ、ね、楽しいね新コース、面白いわ、なのでまあ今回は初見、まあほぼ初見っていうことで、まあ初見でやりました、うん、はい、
そうです、はい、短いやつに3回くらい出店って言ったら、はい、何回言うんだよまあまあ、ある程度これからまあみんな走ると思うんで、また走ったらね、その次の DLC が出る前にもう1回ぐらいなんか、こういったなんか今回マリカできたらいいなって思うんで、その時はまたお声掛けさせてください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。